主人公やばい顔してる。はい、どうも、黒いリンゴの庄司です。今日はね、絶対攻略不思議ちゃんというスマホゲームやっていきます。はい、多分2択ゲームだね。はい、スタート。はい、ステージ1、ステージ1でいいか。見にくいかな。何、見にくいかな。私、見にくい？塾帰り、夜の住宅街を一人歩いていると、前方にすっと現れた恐ろしい姿の女性にそう声をかけられた。僕はとっさに。まあ、わざと間違えていくスタイルでいきます。はい。叫ぶ。合ってたし。いや、引っ張るぞ、引っ張るぞ。ひきこさん、ひきこさん。ひー。こいつはきっと学校で噂になっている子供を襲う妖怪、ひきこさんだ。弱点となる言葉を叫ぶと、怯えた様子で彼女は逃げていった。じゃあ反対の結果見ます。はい。え、なにこれ？は？きれいだよ。嘘だ。なにこれ、日暮らし？レナ、子供ばかり襲う妖怪、ひきこさんに嘘を見抜かれてしまった。すると、ひきこさんは、僕の足をつかみ、引きずり始める。顔面崩壊です。はい、次。ステージ2、見つけた。見つけた？見つけた。翌週の塾帰り、別の場所で、またしてもひきこさんに遭遇してしまった。警戒しながら僕は。子供引きずられてるやん、もう。どっちだろう。右が外れ。合ってたし。合ってたし。まあいいや。はい。なんで泣きそうな顔してるの？そんなこと聞かれたの初めて。僕が優しく尋ねると、ひきこさんは涙を拭いながら、嬉しそうに微笑んだ。ちょっと、かわいいかも。まあ確かにちょっと可愛いね。まあちょっと、ペチャパイだけど、まあいいかな。反対の結果。はい。じゃあ見ますわ。ん？なになに？は？は？来るな！醜い化け物！来んじゃねえ！あっち行け！消えろ？うちの猫なんかで喋ってる。やめて！私に鏡を向けないで！僕は彼女の弱点である手鏡を突きつけた。嫌がりながら彼女は逃走。その後、二度と姿を見せることはなかった。さあ、まねえぜ。さっさと俺の前から消えろよ。はい、次。ステージ3。実はね。実は。ひきこさんが涙の理由を語った。彼女は自分をいじめた人間に復讐するために夜な夜な徘徊しているらしい。それを聞いて、僕は。多分右が外れ。そうだよな。じゃあ俺と手組んでさ、やっちまおうぜ、そいつら。合ってたし。あれ、そんなペチャパイでもなかったね、ひきこさん。とても辛かったね。分かってくれるんだね。僕は彼女に共感した。それが嬉しかったのか、感激した様子でひきこさんが僕の手を握っている。やっぱりこの子かわいいな。じゃあ、家に連れ帰って、ベッドでイチャイチャタイムだよ。いやー！反対の結果。やべえ。じゃあ、警察に相談しようよ。そんなド正論なアドバイス、求めてない。やべ、殺される。やられる。急にブチ切れたひきこさんが僕に襲いかかってきた。女の頃は難しい。はい、次。はい、ステージ4。ひきこさん、私どうしたらいいの？ね、僕に何これ、すりついて、何ね、これ、わかんない、すりついてにしよう。すりついて助けを求めるひきこさん。僕は彼女のために。
さっきも言ったけどさ、俺とタッグ組んで、チーム組んで、うん、そのいじめたやつで俺がおびき寄せるからさ、うん、俺とやっちまおうぜ。よし、オッケー、正解。主人公やばい顔してる。うん。やべえじゃん、ヤンキーやん。おう、ひきこさんもやば。一緒に復讐しよう。いいな、ひきこさん。俺があいつをおびき寄せるから。うん。いいの？うん、いいよいいよ。そして、俺と結婚しようぜ。その後、ひきこさんと一緒に彼女をいじめていた子供たちを襲って回ったのだった。バッドエンド。じゃあ手を握るか。一緒に幸せになろう。ひきこさん。はい。どうなんの？はい。おお、いい感じね。ラブラブ。はい。僕は君のそばにいるよ。本当？一緒にいてくれるの？その後、ひきこさんと付き合い始めた。今日も可愛い彼女と手をつないでデートに出かけている。ハッピーエース。クール最高。はい、次。寝過ごした先で、うん、誰君。いらっしゃい。終電で寝過ごしてしまい、到着したのは木更木駅。木更木駅です。そのホームで怪しい雰囲気をまとう少女に話しかけられた。え、話、んこれに感じ違くない？まあいいや、はい。俺は。おい。女だからってさ、舐めてんなよ、おい。俺を舐めてんの？俺喧嘩最強だから。うん。俺さ、喧嘩、5000回戦ってんだけどさ、全部勝ってっから。おい、やんの？俺と。何これ、魔力。おい。どうやったら帰れるんだ。お前は帰れない。俺が少女の胸元に掴みかかると、彼女は残酷な事実を告げた。そして俺は本当にこの世界から逃れることができなかった。何もしてくるわけではないんだ。はい。じゃあ心配する。君どうしたの？俺と一緒に迷ったの？そんな赤いセーラー服なんて着てさ。はい。ん？あら、かわいいね。さっきとなんか雰囲気違うわ。君も寝過ごしたの？タクシー代ある？もうすぐ折り返しの電車が来るわ。彼女は少しだけ微笑み、線路を指さした。その後、俺はやってきた電車に乗り、無事に帰宅できた。え、できたんかい？ええー。え？普通に木更木駅から帰れました。はい。また寝過ごして、え？また来たのね。翌日も終電で寝過ごしてしまい、キサラギ駅。駅のホームにはまたしてもあの少女が。俺は彼女に、ナンパします。お君かわいいね。うん。ちょっと俺ん家来てさ、遊ばない？うん。ね。最高なことしようよ。はい、よし、オッケー。おー、めちゃくちゃキレてんだけど、え？君かわいいね。連絡先教えてよ。地獄の場所を教えてあげる。彼女に押し倒されると、そのまま首を締め付けられた。息ができない。死亡です。はい。次、まあコーヒーあげます。はい。異遇だね、塾帰り。今日も遅くまでお疲れ様。少女を、何これ、患うと、彼女は恥ずかしそうに顔を背けた。え？背けた？うなずいた？うなずけた？え？その後は電車が来るまで彼女と楽しく会話したのだった。はい。この後どうなるんですか？はい。今日はいない？え？どういうこと？何回キサラに駅来てんの？この子。この子っていうか、主人公。あれ？今日はあの子がいない。さらに翌日も終電で過ごしてしまい、木更木駅で下車した。今日はあの少女がホームにいない。どうしよう。捜索するか、探索か、探索しますか。はい。ああ、手出し。今日も来てくれたのね。木更木駅を出てしばらく、田んぼ道の途中であの少女を発見した。
こちらに気がつくと彼女が少し笑ったような。反対に結果も見まーす。ちょっと噛みました。はい。あ、電車が来た。やってきた電車に乗り込み無事に帰宅。その後は仕事が落ち着き、終電に乗る機会がなくなって、キサラギ駅の記憶が薄れていった。え、普通にいいんじゃないの。はい。キサラギ駅の女の子、どうしてホームで電車を待っていなかったの。少し恥ずかしそうにそう俺に尋ねた少女。俺は彼女に。え、どっちも良さそうじゃね。え、多分右が正解、左が外れ。え、左は、ん？はい。え、どういうこと？え、君を探していたんだ。私も会いたかった。求めていた答えを聞けたのか、その後も俺はわざと終電で寝過ごし、彼女に会いに行っている。ハッピーエンド。もっとすごいの想像してたわ。なんかいい感じのね。うん。はい。じゃあ反対に結果、ポチ。なに？は？なんかめちゃくちゃ切れてんだけどね。こんな時間に一人で出歩くなんて危ないよ。少女を注意してから彼女の腕を引っ張り、駅へと向かう。その後、終電で寝過ごしても、キサラギ駅に着くことは二度となかった。バッド、エンド。ええ？あ、じゃあもう二度と会えなかったんだ。ええ？もう家連れて帰れ。うん。はい。角が、はい。角が、うん、かわいい。うん。ってことで、今回はここまでします。はい。次回、またこの続きやってきます。不思議ちゃん。はい。不思議ちゃんだね。かわいいね。はい。よかったら、高評価、チャンネル登録、よろしく。じゃ、バイビー。